ネットで見つけた怖い話。第5451話、濡れ女。仕事の帰り道に高架下を通るんだけど、そこは梅雨の時期に幽霊が出る噂があるんだよ。雨の日の夜に高架下で女が立っていて、そこを通ると、入れてくださる?と言ってぬっと傘に入ってくるらしい。目元は濡れた髪で見えないが、うすら笑いした口から、黄ばんだ歯をギチギチギチと歯ぎしりしながら寄ってくるとか、終わり。ネットで見つけた怖い話。第5452話、嫌な音。子供の時に友達の家でかくれんぼをして、古い蔵みたいな物置に隠れたんだよ。そしたら、ブチ、ブチブチ、と、音がするのでそっちを見ると物置の隅で赤ん坊を抱いた女が座っていて自分の髪の毛を、引き抜いているんだよ。その抜いた髪の毛を抱いている赤ん坊の口に詰めていてさ、悲鳴を上げて物置を出て友達を呼んで戻ると、女は消えていて物置の部屋の隅に、古くなって色が抜けた髪の毛が散乱していてマジで今でもトラウマになっている。終わり。ネットで見つけた怖い話。第5453話、見捨てられた家。流れを無視して投稿。今から20年近く前、小学生の時に田舎に預けられた時の話。いとこと一緒に本家母屋で祖父祖母と5人で1ヶ月近く過ごしていて、毎朝のラジオ体操が楽しかったが、それ以外には畑仕事を手伝う程度しか、することもなく、先祖の墓掃除さえ楽しかった。ある日、3つ&1つ上のいとこたちと仲良くなった地元の子と田舎の小学校で、かくれんぼをしてた時、一緒に隠れた地元の子に連れられて校舎の中に入って音楽室に、隠れた時聞いた話で、校舎の裏山の中腹にある音社で毎年肝試しをしているとの、情報があり、それもちょうど当日、かくれんぼのごいとこと一緒に参加したいと、お願いして帰宅し祖父祖母に参加していいか聞いたら祖父祖母がいかったいかった。10年ほど前に肝試しで女の子が一人行方不明になり、山狩りをしたが結局見つからず、結局半年ほどして少し離れた沢で半分白骨化して見つかったと、それ以降地元のもので、肝試しを行うことは禁忌とされていた誰もしないはずなのに、どこの誰に誘われたか、と、劣化のごとく怒られ、中べそで教えてくれた子の特徴を言ったら祖父祖母とも顔面蒼白。当時犠牲になったこの家は事件の翌年に地元部落から出て行き消息不明で、なおかつ、地元小学校はとっくに閉鎖され、その話の次の日にいとこと一緒に行ったら、とても、子供が立ち入れる状態じゃないほど草木ぼうぼう荒れ果ててました。今日たまたま約15年ぶりにいとこと会い、話をしてて思い出し記念書きこ。ちなみにググると校舎があった場所は森になってた。西日本の中部異性のある村落の話。ちなみに祖父祖母は約15年前に相次いで逝去し、本家も誰も継がず、費用がかかるし地元産業もない山の中なんで生活が困難。結局、先祖の墓と仏壇を処分し、菩提寺で永代供養となり終了。私が最後に訪れたのは、祖母のお葬式があった15年ほど前。その頃、すでに本家は森に飲み込まれそうになってた。今は村落20軒住んでるか、どうかの偏僻なところでした。数年前、若い女性が猟奇的殺人の犠牲になったところの近く。少し考えてました。これを書いていいのか。でも、何か書かないといけない気がして。祖母は乳がんで闘病してたのですが亡くなる2日前、私の母、松娘です。に、ことづけをしてたらしいのです。それは例の御社のこと。うちは代々しこ総代で、その御社の運営管理もしてたのですが、その業務を。必ずうちの家系の女性がやらなければいけないので、お前、母、顔ばたちの、
誰かにしてほしい、とのことです。うちは大阪なので遠いから無理と答え、姉たち、おばたち、日夜の時に相談しても、親戚の中でも一番近い人も難しいと、返答があり、結局お母さん、祖母、のお願いは聞けてないのよ、と先日聞きました。で、今日の話なんですが、用事でうちに来たいとこと話をしていた時、うちの母が、そういえば、と教えてくれたのが祖母が亡くなる前日にしていた話、母だけが病院に、いてお世話をしていたのですが、その時すでに意識が薄れていた祖母が前触れもなく、目を覚まし、母に伝えた話が、マルコ、母の名前、たたりとか呪い、疲れるってのは払えないのよ、一旦離れても、決してヘリが切れるわけじゃないの、だから祭りなさい。昔、うちの田舎で何があったのか、母も今残った親戚も何も知らないのよ、と。この話をさっきいとこたちと一緒に聞いて、書き込みました。いとこはそれぞれ結婚して子供がいるので、それやとまるまる子、私、しかできるのおらんなー。って、軽く言われてショック絶対無理。でも、祖母が逝去してから約15年何もないから心配はないのでしょうか。どうなんでしょう？ネットで見つけた怖い話。第5454話、誤報。去年の今頃にあった話を書いてみる。そんなに怖い話でもないかもしれんが。お盆も過ぎるかな、くらいの頃。夜勤担当なんで、俺はいつも通りフライヤー洗いやら品出しやらいろいろやってたんだ。ちなみにうちのコンビニは夜勤は一人体制。で、バックヤードの PC で発注してたらやたらと誤報が鳴るんだよ。お客さんが来た時の、ピンポーンって音。最初はいちいち店内まで出て、いらっしゃいませって言ってたんだけど客はいない。まあ誤報はたまにあるからいちいち気にしてなかったんだ。夏に誤報が多いのは店内にガが入ってきて、それに反応したのかなって思ってる。虫のいない冬場にも誤報があるのは謎だけど。作業がある程度済んだ頃、お客も来なくなる2時過ぎくらいに。いつも冷蔵庫入ってジュースと酒の品出ししてたのね。冷蔵庫の中って音が聞こえないから、いつもバックヤードになる来客音を聞くために、ドアを開けたまま作業するんだ。でも誤報があるくらいだから、正直あんまり来客音は当てにしてない。お客さんが入ってきても、稀にならないでカウンターで待たせちゃうこともあるから。だから時々、冷蔵庫の棚と棚の間から店内を覗き見て、お客さんがいないか確認しながら品出ししてるんだわ。しばらく品出ししてて、20分くらい経った頃かな。品出しに必死で店内の確認を忘れてたから、カウンターが見える棚の隙間を見てみたら、お客さんが目の前にいたの。うつろな目で朝日スーパードライを見てたんだ。直後に俺ともろに目があった。なんか疲れ切ったような感じのしょぼくれたおっさんだった。一瞬心臓が止まるかと思うくらいビビった。酒の棚と棚の間からだから全体像は見えなかったんだけど、お客さんいたの気づかなかった。やべえと思って慌てて出てったんだ。クレームにならないようにいつもより元気に、いらっしゃいませー。で、そしたら店内には誰もいなかった。棚に隠れて見えない位置に移動したのかと思って、店内を見て回ったけど誰もいない。トイレも確認してみたけど誰もいなかった。あれ？勘違いか？って思って、仕方なく作業に戻ったのね。その時点でちょっと心拍数は上がってたけど、もしかしたら、お盆でこっちに帰ってきてた人が、朝日スーパードライが飲みたかったのかもしれない。品出しも終わってそう思いながら冷蔵庫を出た時に、またピンポーンってなったんだ。今度こそ客か？と思って店内に出て行ったら、また誰もいなかった。ああ、もしか今見た人が買えないと諦めて帰ったのかもしれない。
ってなぜか思って、ありがとうございましたって元気よしく言っておいた。今年もまだその店で働いてるけど、今年は出てないな。誤報は相変わらず多いけどね。あまりに誤報が多くて、監視カメラ見てから店内に出る癖つけたのに、お客さん入ってきたように見えたのに、いないんだよな。以上です。怖くなかったかもしれませんが、俺は、マジでビビった体験でした。ネットで見つけた怖い話。第5455話、どんぶり飯。山の中の山盛りのどんぶり飯の話。大学時代、登山サークルに所属していた。田舎の大学だったので近場に登れる山がいくつかあり、そこそこの規模のサークルだった。そのサークルの先輩に奥、亀井、という、種を落としまくっても山に登るサークル一の登山バカの男がいた。奥はいるだけでうるさいような男だったが、快活な性格からサークル内でも慕うものは多かった。ある日、奥に奇妙な一枚の写真を見せられた。山中、大きな岩の上に、橋がまっすぐ突き立てられた山盛りのどんぶり飯がポツンと置いてある。奥にこれは一体何か？と問うと、大学から車で30分ほどの場所にあるある山で奥が一人で登った時に撮ったものだという。詳しく聞くと、奥の他に登山者はいなかった。にもかかわらずそのどんぶり飯は今炊きたてのように湯気が立っていたという。奥は、狐肩抜きにでも化かされたかな？などと言っていたが、俺は、正直登山バカ奥の自作自演の悪ふざけだと思っていた。しかし、それ以降奥がある山に登ると決まって、行く先にどんぶり飯が置かれるようになったそうだ。これは奥一人の時ばかりではなく、複数人で登る時でも必ず置かれているという。このどんぶり飯の話はサークル内で有名になり、奥はサークル内で、山に愛されたバカ、とか呼ばれてまんざらでもなさそうだった。しかし、奥は今まで一度もそのどんぶり飯に手をつけていないという。サークル内では奥にそのどんぶり飯を食わせたらどうなるかという話で盛り上がり、一度奥にどんぶり飯を食わせてみようということになった。その話に奥も乗り気で、後日奥を中心に俺を含め5人である山に登ることになった。登山当日、奥はいつもより上機嫌に見えた。207。登山開始から4時間ほど経った頃先頭の奥が、見つけた。と大きな声を上げた。見ると奥に見せられた写真の場所に、見事にほっかほかのどんぶり飯が置かれていた。初めて見る俺は、その異様さにビビっていたが、奥は、おお、実は初めて見た時から食いたかったんだよねー、いただきます。と言いながら、どんぶり飯にずかずかと近づき、どんぶり飯を口に運んでいる。そして、うおお、なんだこれ？超うめえ、マジうめえ、死ぬほどうめえ、などと叫び一気に平らげてしまった。残されたからのどんぶりには飯粒一つついていなかった。他のメンバーは、口々に、一応せいろがん用意してあるから腹痛くなったらええよ、とか、一口くらい食わせろよ、などと声をかけたが、奥は飯の微妙さに感動してほとんど耳に入っていないようだった。とりあえず目的を達成したので、その日はキャンプもせずにそのまま下山して、大学のサークル室まで戻って酒盛りをした。しかし、酒を飲むといつも饒舌になる奥はこの日はほとんど喋らず、心ここにあらずという感じだった。そしてそのまま俺たちはサークル室で雑魚寝をした。しかし、翌日朝というか昼過ぎに起きると奥の車が見当たらなかった。4人で申し訳程度に探してみたが見つからない。携帯に連絡しても繋がらない。結局、俺たち4人が酔いつぶれてる間に家に帰って風呂にでも入っているのだろうということにしてそのまま解散した。2日ほど後、奥が行方不明になったという話を聞いた。奥の親御さんによると、
あの日から家には戻っておらず車もどこにも見当たらないという。こうして親御さんの手によって捜索届が出された。奥の車は捜索届が出された翌日にある山の麓で発見された。奥の登山道具も車中に置いてあったという。R 山で奥の捜索が散々行われ、サークルのメンバーも協力したが奥は今でも発見されていない。その後、俺は、大学を卒業したが趣味として登山は続けている。R 山に登るのこともたびたびあるのだが、その度に山全体にニカマビスしげな奥の気配を感じている。ネットで見つけた怖い話。第5456話、インテリア。もう15年くらい前の話。当時母親が逃げて父親と暮らしていたんだけど、これがどうしようもない男で口ばかりのダメ人間だった。その後老親子揃っての居候生活から抜け出そうってことで、坂道の半ばにある木造の古いアパートに下見に行った。思えば何でも自分勝手に決める父親が当時高校生だった俺を、物件の下見に連れて行くなんて変だった気がする。その部屋は入った途端に線香臭かった。その匂いだけで怪しいと思いながら奥に入ると、部屋のど真ん中で線香を焚いていた。その上を見上げると天井に大きな穴と、その真ん中を通る針が見えた。針をよく見ると荷造りに使うようなビニール紐のカスが、いくつか垂れたままになっていた。もうこれだけでビニール紐で釣ったものが想像ついたけど、あえて案内した不動産業者に聞いたら、前の住人さんがインテリアをぶら下げてたみたいなんですけど跡が残っちゃったみたいですね。どう見ても前の住人さんがインテリアになってたように見えますが、こんな部屋なのに結局住むことに、きっと格安だったんだろうと思う。住み始めてから夕暮れの薄暗い時間になると時々その部屋にある窓の外で、頬がこけて目の下にクマがある薄気味悪い印象の男が、通り過ぎたり窓からこちらを見るようになった。ちなみにこの窓、アパートの裏手に面していてそこはアパートを囲うコンクリ閉塞の、どこにも繋がっていない人がギリギリ通れる程度の隙間。一度様子見に通ってみたら大きな石がたくさん転がってて好んで通りたい場所ではなかった。そんなものも気にせず住み続けていたある日、その部屋に後輩たちを集めることになった。理由は曰く付き物件での単試し。単試しだから当然のようにみんな夜中まで居座る予定だった。ところが夜が更けてきた頃に部屋の真ん中でふわりふわりと空気が揺れた。その揺れは、まるで何か吊り下げたものが揺れているようでもあった。その中の一人が空気の揺れの中心をちらりと見てから、俺に耳打ちしてこう言った。あそこにぶら下がってるよ。こっちは言われなくてもわかっていたので、あまりじろじろ見ずに知らないふりしとけ。とだけ返した。その後は一番強がってた奴がそっちを見てすぐに怯えるように帰っただけだった。ちなみにこいつはそれ以来このアパートには一度も来た覚えがない。その後も寝ている時にふと目を覚ますと、天井の穴が開いていたあたりからきしむようにギシギシと聞こえた。結局、いろいろあってこの部屋には1年ほどしか住んでいない。ちなみにこのアパート、現在は取り壊されて、ちょっと小綺麗な感じのアパートに建て替えられていた。あれは建て替えたところでどうにかなるものでもないと思う。とりあえず格安物件を探して住むほどの貧乏にはならない方がいい。心霊から三河ともかく絶対に曰く付き物件であることは間違いないので。ネットで見つけた怖い話。第5457話、見知らぬ女。私が小学生の時に親戚の家に泊まった時、三泊目の夜に目が覚めトイレに行くとトイレの前で見知らぬ女の人が立ってました。私がトイレに入りたそうな仕草をするとその女の人はどいてくれてあっちに行ってしまいました。その時はその女の人はまだ会ってない親戚の人かと思い、次の日の朝食でその人の話題を出そうと、昨日夜中にトイレに行こうとしたら、と言ってる途中で、おばが、行っちゃダメー、
と私がこれから何を言おうとしてるのか分かったかのごとく私を怒鳴りました。他の親戚の人たちも老人も分かってるような様子でしたので私の言うのをやめました。朝食が終わってすることがなかったので家中探しましたがあの女はいませんでした。そういえばなぜ親戚の家に何日間も泊まってたのか未だに分かりません。ネットで見つけた怖い話。第5458話、軽く説教。2年ほど前の夏だけど、冒頭大公園で仲間4人で酒飲んでた時、俺を含めた2人が見えて、残りの1人が見えないってことがあったけど、その時もやっぱり白い服を着てたな、なんだろうねあれは。もともと白い服なのか、それとも色が薄くて白く見えてるのか。とりあえずその時は幽霊に向かって、夏だぞ、海だぞ、出てくるなら水着で出てこんかい。色気が足りん。色気が、むしろ全裸希望。脱げ、脱げ、とか言ってたら、おめが、みたいな顔になって消えていったが。今日のオカルトスレ。ふと予感したことがそのまま現実で起きてしまう現象。もしかして、いや、まさか、が不自然なくらいに当たる。だからってわずかでも希望的観測が混ざっていれば当たらない。未来予知と呼ぶにはあまりにも無理がある現象だけど、でも偶然と呼ぶにも同様無理がある感覚。わかるやついる？リンク。例えば俺が書き込むとか、予測できちゃってただろ。誰かが書き込むだろうなという打算はあったが、正直なとこ初めて見たコテが書き込むなんて予測不可能だな。突拍子もない予感が本当に現実になることはあれど、その予感がお前の名前を当てるほど具体的なこともなかったりする。たまたま当たった時が強く印象に残るだけじゃないか。そう思って熱心に計測したんだが、なんでもない予感の時はピタリと当てるんだよ。逆にまあ外れるよなと思ったらもちろん外れる。それを使って役の予想をしても当然。当たった後にその予感に気づくってこと？大体そんな感じかな。経験するまでそれが当たるなんてさほど信じてなかったのに。いざ起きてみるとはっきりそう予感した記憶があるという。予感してたけど気づかないまま結局起こらなかったものもありそうだし、役に立たなそうだな。役に立たないのは言うまでもないよ。けどその点についてはさっき計測したと言ったな。その基準についてもさっき書いた通りだ。計測って言うけど、そもそも計測できるのか、できない可能性とは？ただ単純に、もしかして、本当にどうなるか結果楽しみだな、の流れなんだけど。ああ意識する事態は大丈夫なのか。うん？ただ結果論というか後から分析してみると、その段階で、こうだったら良いのにな、が少しでも含まれてたら外れる、本当に純粋な、もしかして、がびっくりするほど当たるという。それ、直感。直感って何かしら裏付けのことがあっての答えな気がするんだけど、それデジャブって言うんだよ。デジャブは違うわ、わら。一度会ったことなら大体想定はするよ。当然ズメは甘くてもね。デジャブって夢で見て知ってて現実がその通りになるってことじゃない？不安になって辞書引き直したけど別に夢がどうのという話ではないような？というかそれって卵が先か鶏が先か的な部分な気がする。主にその夢の構成って現実の結果から来てる部分もあるよねと。また否定に入ってたら申し訳ないが。いやでも消防士とか自衛隊とか普通にやってる人いるじゃん。そういうのは仮に体力とかあったとしても、絶対にやりたくない。大丈夫だそれは何もおかしくない。尊敬って言うと何か違うし楽に失礼な気がするが。間違いなく誇りのある仕事してるよなって思うし。マーフィーの法則。
それと猫を組み合わせて永久期間作るジフ思い出した。バター猫のパラドックス。バター猫のパラドックス。バター猫のパラドックス。は、二つの言い伝えを皮肉った組み合わせに基づいた落説である。猫は常に足を下にして着地する。バターを塗ったトーストは常にバターを塗った面を下にして着地する。参照。選択的重力の法則。もしバターを塗ったトーストを、バターを塗った面を上にして、猫の背中へくくりつけて、ある高さから猫を落としたらどうなるかを考えた場合、この落説が発生する。動物愛護団体から来るであろう抗議にもかかわらず、もし実際に猫を落とすならば、二つの最終結果のうちのどちらか一方は決して起こらないことになる。もし猫が足を下にして着地すれば、トーストはバターが塗られた面が上になったままだし、逆にバターが塗られた面が下になって着地するならば、猫は背中から着地することになるはずだ。リンク。そのうち予測で未来を操れるようになるよ。オカルトな話すれ立てた本題に近い話だわ。ネットしてる時に目についた単語や言い回しが同時にテレビで言ったりすることはある。それはそれであるあるだけど説明がつく話じゃね？両派普段スルーしてるだけで意識したら途端に気になるというその。そうじゃなくて俺のは根拠や予想の斜め上を行く予感が本当に当たる現象なんだよ。例えば忙しくて家で資料の印刷できなかったけど早めに出社すれば。会社のコピー機使えるからその方が合理的だよね。まさかこんな日に限って故障中とかないよな？まさか本当に故障してました。まずありえないくらい珍しいこと。とかね。よくある。人聞きたいんだが自分の寿命に対して根拠のない予感ってある？地震が起きた後に、なんか来る前に分かってたわー。という人の数。お前はあれだろ俺がお前を見たことないなんて言ったからムキになってるんだな。すまん言い方が悪かった。別に嫌ってるわけじゃないんだぞ本当にな。ちなみにリアルタイムだと俺が、もしかして、お連呼してるのに対して、まさか、ならわかるけど、もしかして、は違うだろ？というレスが来る可能性を予感した。もしこのレスを見る前にそう突っ込もうとした人がいたのなら正解。こうして書いちゃうと検証不能だけどね。俺もある。聞き返しとか全く役に立たないが、思念が相手に伝わってるんじゃねえかと。こういうことやったら面白いだろうな、とか思ってることを他の人が行動する。運動なんだろむやみに否定したくはないんだが。案外お前が良いキャラしすぎてて反応がわかりやすいから、毎度その先を読む人がいるとか？まあちと無茶があるか。なんでお前が否定っぽいこと言うんだよ。普通ならやりそうもないことだが、それを他の人がやるからビビる。昔、ドッジボールやってるところを、バレーのレシーブしたのを印象に残ってる。なるほどそういうことか。だったら俺と同じ症状だな。なんか疑ってすまん。そんで聞きたいんだがお前は根拠のない人生のリミットとか感じてる？誰かの式がわかるってこと？それは全くないな。他人のがわかる人ももしかしたらいるのかもしれんが。俺の場合は俺の寿命でね、今は、まだバリバリ健康の20代だけど。ああこのペースで運みたいなものを消費してたら40代が限界だなってすごく思う。しかも安らかに病死するんじゃなくてって文字通り運の月みたいな事故が起きるだろうって、自分は、事故とかで俺が死ぬわけないだろうと思ってる。老衰で死ぬんだろうけど、それも今は不安。それも根拠がないなら一見侵略のようで同じ症状だな。死ぬこと自体は怖くないなんて言えば単なる強がりなんだろうけど、なんかこう俺にはあと20年というか今すでに折り返し地点を過ぎているから。今限界を超えた限界まで頑張ればタイムリミットには間に合うはずなんだよなって。焦りと表現するのは違うんだろうけど、単純に死ぬのが怖いだけ危険な作用とか、死にそうなことは当然避ける。そうなのか。
めちゃ自分語りしてるが正直危ないこと流行りたくないのが本音なのに。なんかもう、生きるためにはやるしかない、の勢いでやってて感覚麻痺しつつあるのが、冷静に考えると恐ろしくなってさ。まあそれが自然な姿だよな。誰しもそれは普通だと思う。上田の思想。これに関しては純粋に俺な気分してる。もし生きていればだけどリアルタイムな感性で証言できるからね。思い出補正なしに語れるってすごいことだと思う。割と他人のは否定したい感じ？多分根本は否定したがりの面倒なやからだと思うから、それを補正する努力をしてるという感じかな。でも科学的にありえないとかいう主張をするつもりは微塵もないよ。不思議な話たくさん聞きたい。予感の話は多分よくある話で片付けられる範疇なんだと思う。最近気になってるのは現在進行形で起きてることなのに。なぜか、懐かしいなぁ、とか、平らかな時代だったんだなぁ、とか、過去にタイムスリップしてるような感覚がするんだよね。オカルトな話これってもしかして未来の俺が一時的に乗り込んでるんだろうか？とか。曲とかランダムで聴いてて次の曲がなんとなくわかる時とかよくある。わかりやすく言うとまさにそれだな。でも俺の場合だと調子に乗った時それで外すので。これは本当に 100% の希望的観測なのか実は計測ミスなのか非常に微妙なところ。未来の過去としての現在の感覚ってすごいなぁ。デジャブとは違うもんね。そんな感覚なったことない。俺も本当に不思議に思ってる。別に俺単体では未来がどうなってるか、ましてやその時代の価値観がどうなのかなんて知るゆえもないんだけど。なぜか自分以外の意思が介入してる気配があるよね。毎度共通してるのが、この時代にもまだこんなもの残ってたんだ。とか、お前が思ってるほど悪くない時代だよ。みたいな感覚が流れ込んでくる。別に言葉として投げかけられるわけじゃないから不確かな感覚だけど、何度か起きてるから偶然ではないって、誰かに対化してるなそれ。そうとしか思えないんだよね。でもだとしたら未来の俺。分け地なのか思いやってのことなのか。懐かしい懐かしい言うのは結構だけど将来どうなるかくらい教えてくれたうていいのに。でももし俺の未来なんだとしたら教えないのも意味があるんだろうなという気がしたり。ある日の仕事中、使ってるはかりがなかなか霊老人にならなかった。しばらくしたら安定しだした。そういや前もこんなことあったな。その時は東北地震が起きてたな。と思いつつ仕事再開した。帰ってニュース見てたら鳥取で地震起きてた。割と最近の話だな。わら。虫の知らせっていうやつだろうか？全くの他人だろうな。なんとなく、他人なのかねえ。だとしたら本当に何者なんだろう。今の俺の人生があるのはそいつのおかげなんだとしたら、そいつが大量の候補がある中あえて俺を選んだ理由がわからない。不幸自慢する気はないが俺よりもベースとしてふさわしい答えはそれこそ無数にあったはずなのに。そんでまあ本題っちゃ本題だけど、そういう現在にノスタルジックを覚えるその現象や、プチ予知と寿命がはっきりわかる現象。全部統合できるんじゃないかなと思ったのが最近の話。あくまで全く根拠のない仮説だけど、のびふとくんのように。未来の俺が過去の自分を違う道に歩ませるため年単位で寿命を引き換えにして、要所要所で今の俺を操作してるのかもしれないって説、こう考えたら今まで不思議というか異様なまでに運が良かったのも、すっきり説明がつくんじゃないかと。ただし下げ的な言い方すると世界線が違う俺同士が同じ存在なのかどうか微妙なんだけどね。手話タイムマシンはあり得る派？個人的にはどうあがいても過去にも未来にも繋がってないって思ってる。そういう感覚があるってことは、時間の移動もできそう？でも常識的に普通に考えてはゆるタイムパラドックスとやらがあるし、
3次元空間だけでも広すぎるのに時間も移動できるならその記録が状態してるってことなん。タイムマシンという考え方がちと安直だと思うけど、未来から来て過去を変えるってことは可能なんじゃないかと感じてる。現に俺が変えられた存在だと考えるといろいろ自然だからってそれまた安直な理由だけどね。すまんが時間の移動の下りからちと意味がわからなんだ。ただ技術的にそんなの可能なの？って疑問ではすごく同意。これはその謎の未来人は切り離した上で俺自身の考え方としてね。もったいぶって教えてくれないから反抗期的な要素もあるんだろうけど。技術的な問題もあるかもしれんが、それ以前に。過去も未来も現時点ではどこにも存在していないって意味、つまり過去に干渉できるなら、一応恐竜は絶滅したことになってるけど、過去恐竜を観察できるとしたら、今でも恐竜というものが時空間に存在してるの？でもそうしたら情報量が多すぎてパンクしない？ってことなんだけど、伝わるかな？過去のいた恐竜が観察できるのも、今現在パラレルワールド的に存在してなければ理屈的におかしいってことかな？だとしたらそれは過去に飛んだからなんじゃないの？という自分でもすごく的外れなにしか聞こえない回答になっちゃう。なんかこういう薄れ立てといて偉そうにアニメでかじった知識披露しちゃったけど、決定的に知識不足で申し訳なくなる。そういう解釈で合ってると思う。であれば矛盾があるようには感じないなぁ。過去は変えられるとしても変えようとしなければ、ただ教科書的な歴史があるだけなのではって。ただ今突然思ったのがさっき言ったけど、この時代にも、って反応が大きなキーワードに感じた。それこそ俺を選ばなければもっと昔へいくらでも行けるはずなのに、何かしら制約があるからこその反応だよね。いや、過去を変えられる。ってことは、恐竜が今でもどこかに存在してないと、ありえないと思うが。ああわかった、そういうことか。それなら間違いなく存在してるだろうな。もちろん恐竜だけじゃない、そもそもビッグバンさえも。でもその先の、情報量が多すぎる。って部分にまではちと理解が追いついてない。めちゃアホな質問すると多すぎて何か困る？って、すでにこの世界線に存在してる情報だけでも人間には扱いきれない情報で溢れてるというか、情報が多すぎるのは当たり前なことな気がしてさ。だとしたら、コンピュータは1秒間の間に30億の1ぐらいで状態が変わってるから。それを考えると1秒でも30億パターンが存在していてパニックになるわけだが、シープでいう 3GHZ ってのはそういう意味。恐ろしいほどの分岐の数になっちゃうな。そういうことね、やっと意味がわかったわ。別に反論というわけでもないし、おおむね同意の立場からコメントさせてもらうと。ただ一秒が短いものだと考えるのが人間の考え方なんじゃない？突き詰めるとキリがない話ではあるんだけど、俺たちが星の光を見て何百年前の光だなんて言ってるくらい。原子時計の一秒なんてものが強烈に長い単位なのかなと。単純にそういう見方の問題だからパニックになるというのは俺らの都合な気もする。こうしてレスしてて思うけど、結局どこまでが90年代に生まれた俺で。どこからが想像もつかない未来から来た誰かのかって境界がわからない。まだまだゴールは先だと思うけど、現状悪くない人生を送ってる手前。これは努力で掴み取った気がしていたけど、少なくとも俺 100% の実力ではないわけだしな。その事実をストレートに直視できないあたり、結局まだ俺は、おこようなままなんだろうか、とか。あと皇室子になっちゃうが、なんで乗り移るとか制御してるみたいに、突拍子もない話が出てきてるのかの部分だけど、ここには、はっきり記憶がある。6歳の幼稚園年長の時、間違いなく。大人の言う大人になりたくないなんて感覚がわからない。子供にできることなんて限られすぎるし、むしろ自分は一日でも早く大人になりたい、と思った記憶がある。これが無意識にその未来人と悪魔の取引的な。おしまい。